では、お時間になりましたので、セッションを始めたいと思います。この時間のセッションは、北島さん、隆さんで、100% GPL の有料テーマのビジネスとして成功させ、成立させるための挑戦ということでお話をいただきます。今回、北島さんには、イベントのシルバースポンサーとして、スノモンキーで、サポートをいただいております。そのスノモンキーについてのお話が多くなるかと思いますけれども、いろいろと伺っていければと思います。では、北島さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。緊張してます。緊張してますね。大丈夫ですかね。ちょっとかっこいいタイトルをつけちゃったので、期待して来られた方もいるかもしれないですけど、大した業績じゃないですよ、ね。すみません、こんな部屋でやる予定じゃなかったんですけど、僕の気持ちとしてはですね。はい、ちょっと、頑張ります。そうですね、最初自己紹介をちょっとさせてもらおうと思うんですけども、長崎に住んでまして、長崎でフリーランスでウェブ制作をやってます。一応、3本柱今ありまして、一つが HTML とか CSS 書いたりですね、ワードプレスのテーマとかプラグインをお仕事で作るという、受け取りのお仕事をまずやってます。これが今までずっと柱も、本当に一本柱をやってたんですけど、二つ目が、MWWP フォームっていう確認画面が出せる問い合わせフォームプラグインがあるんですけれども、それは無料で公式で配布してるんですけど、それのアドオンを出まして、作りっぱなしなんですよね。アップデートとか全然しないでいいようなものに作りっぱなしとしてるんですけど、それが大体月に5万から始まるぐらいの感じです。で、最近始めたのがそのスノーモンキーっていう有料テーマでして、今日はちょっとそれについてお話をします。で、ブース出してます、シルバースポンサー。ブース出すの10万円切るんですよ。これ、10万円のブースに見えますか？もう、周りがほんとすごすぎて、びっくりしました。こんなすごいブース、多分今までなかったと思うんですけど、チラシに、今日明日限定の割引クーポンついてるんで、よかったら次、ご覧してください。で、今日お話しすることなんですけれども、こういう順番で話そうと思っています。なぜ有料テーマ販売をすることにしたのか、国内のワードプレステーマ市場がどんな感じなのか、あと、なんで 100%GPL でやっているのか、あと 100%GPL でビジネスをやるというのはどうなのかというと、実際どんな感じ、今どんな感じで収支があるのかみたいな話をちょっとやると思います。で、最後にちょっと課題があるので、その話をしようと思います。緊張しますね。まず、なぜ有料テーマ販売することにしたのかというと、時系列でちょっとお話ししようと思います。ちょっとスライドがミスって持ってちゃってますけど、すみません、もう本当はこう出てないという感じで見てください。これ2014年にワードキャンプで初めて参加したんですけど、僕、毎回なんかこう、いつもプロダクト作るんですよ。スノムキーだけじゃなくて、そのフォームのプラグインとか、あとワードプレスのプラグインとか、デプロイツールとかいろいろ作ってるんですけども、毎年なんか作ってて、その作ってるやつで得た経験とか、その作った動機とか、そういうのをちょっとキャンプで喋るみたいなのをずっとやってたんですよね。で、2014年はそれまでに作ったプラグインがたくさんあったので、どんなの作りましたみたいなのをちょっと LT で。話しさせてもらいました。で、2015年は公式ディレクトリの掲載テーマ、ハワキリというテーマを作ったんですけど、そのテーマで10分でサイトを作りますみたいなデモをキャンプでやらせてもらいました。その時はですね、徳丸さんってわかりますか？セキュリティのすごい方なんですけど、その方がメインセッションで、その裏だったんですね。まさか自分がこんなメインセッション大丈夫ですか、僕は。で、2016年はですね、スターターテーマ、アンダースコアエスとかの有名ですね、
このスターターテーマミミズクってやつを作りまして、まあそれを LT でしゃべりました。で、去年です、2017年はどうだったかというとですね、何もなかったんです。で、仕事が忙しくて、新規でそのなんか自分のを作れなかったっていうのがあるんですけど、でいざなんかこうワードキャンプ、去年は京都だったんですけど、京都 の, その登壇募集しますみたいな流れた時に、まあ、いつもならこう何となく考えたりするんですけど、何もないってその時になって、めっちゃ焦ったんですよ。僕なんかあんま仕事ない月とか普通にあるんですけど、お金ないみたいな、あんま焦んないんですけど、なんか応募するものがないっていうのすごい焦って、あ、どうしようどうしようって、もうどうしようもないんですよ、ないから。でも結局一般参加を焦りながらやるという感じでした。もうすごい焦燥感感じながら普通に一般参加する。で、まあいろいろこうセッションを見てたんですけど、まあ、その中にですね、ビキッドデザインさん、100% GPL の有料テーマ販売されている会社さんがあるんですけど、その会社さんがセッションされてて、もうこれはなんか見に行くしかないと。もともとテーマ販売やりたいかなんとなくこう思ってたんですよ。でそれをこの先輩がこうやられているとかです。聞きに行って。で、なんかそのセッションの時はちょっと声がなんかすごい人気者でこうみんな名刺交換に並んでたりして、ちょっと声かけれなかったんですけど、懇親会の時に、してという感じで、なんか実際どうなんですかみたいな、そういう質問させてもらって、なんとなく、なんか有料テーマ 100% 程度いけるんじゃねみたいな、なんかちょっと思ったんです。で、まあ、その後ずっと懇親会をうろうろしてたら、ネンテブさんという方いらっしゃるんですけど、ネンテブさんもその有料でプラグインとかテーマを販売されている方で、結構長くされている方なんですね。で、またネンテブさんにも実際どうなんですかとか、こういう時どうしてるんですかみたいな地図的な話とか結構聞きして、なんかこうふわっとしたのが結構リアル、まあ、本当にビジネスとしてはこういうふうにやってるんだなみたいなリアル感が僕の中で深まったというのがありました。で、またグログしててですね、モノクロさんいらっしゃるんですけど、あそこにいらっしゃるんですけど、モノクロさんはですね、ブログをまだ書いてないけど始めたいって方とかたくさんいらっしゃるんですよ。でそういう方たちにこのブログの立ち上げのサポートしたりとか、ブログっていうのはこういうふうに書いていくと楽しいことがありますよみたいなことをずっとやられてる方なんですけど、すごいこう表現がわかるんですけど、生徒さんなんですね。そういう方がすごいいらっしゃるんですよ。で、ということはですね、実際のワードプレスでそのブログを作ってるとか、サイトを作ってるっていう方のニーズを多分すごい知ってるだろうと。僕とかも OK を頼まれたのを作るだけだから、本当の市場のニーズって全然知らないんですよね。でそれで、なんかこう、モノクロさんにちょっとそういうのをお聞きしようと思って、結構質問を手にして、いろいろ教えてもらったというのがありました。で、ネタがなくて登壇はできなかったけど、なんとなくこう、テーマ販売って、ありかなみたいなこう思いながら、長崎に帰るという感じでした。で、ですね、長崎に帰って、じゃあ翌日から仕事じゃないですか。でこう、あ、仕事ないってなったんですよ。なかったんですよ、ちょうど仕事が。暇、本当にない。不安定経営のいつもそんな感じなんですけど。でもそれが、なんか、そのない、仕事がないってなったら、まあ、テーマ作れるじゃんと思ったんですよ。これ今作れるよ。で、まあ、いろいろ調べて作り始めるということをやりました。で、作れてなってるんですね。まあ、さっき言ったように、請負でやってて、あんまりニーズがわからないと。だから調べないといけないと思ったんですけど、長崎に住んでたら、そんなブロガーさんとか会うこともないし、勉強会とかもないので、リアルではこう聞くっていうのはできないんですよね。なんで、Twitter と Google を使って、ものすごい検索をしました。で、ツイートデックっていうのが Twitter のウェブアプリ使ってるんですけど、キーワード登録ができるんですよ。で、キーワード登録して、もういろんなこう、なんか、ワードプレステーマとか、ワードプレスとか、
バーッとキーワード登録して、全部毎日毎日チェックすると。そしたら なんとなくこの人気のテーマとか、どういうニーズがあるとか、まあ、大体分かってくると。で、あと Google で、そのなんとなく分かってきたのが、まあ、この3つですね。これ今ちょっとまた運気変わってるんですけど、まあ、当時はこのサンズとシンプルシティが人気で、大体それが見えてきたから、今度は Google でそのレビューをもう片っ端から見て、なんかみんなこのテーマのここがいいみたいなの書いてるんですよ。単語を使う塾の理由とかあるじゃないですか。でそんなのを片っ端からこうリストアップして、集計して、まあ、一番みんながここを欲してるみたいなのを自分なりに作って、最初の機能選定をやりました。で、これスプリットライセンスって書いてるんですけど、スプリットライセンスわかりますかね？スプリットライセンスっていうのは、PHP はワードプレスの機能を使うものなので、GPL に絶対しないといけないですよね。でも、画像とか CSS は GPL にしなくてもいいんですよ。法的にというか、別にしなくてもいい。だから、そこで制限をかけてるっていうテーマなので、この2つはそういうライセンスなんですけど、だからコミュニティの方じゃないんですよ。作ってるのは。だからなんか、僕はずっとコミュニティにいて、その、ワードプレスのお作法みたいなのを見てきたので、評価はされてるけど、いやいや、こうした方がいいでしょうみたいなのを自分なりにやって、まあ、そういうのをずっと反映して、そういうのをやってました。で、その調べている中で気づいたことがあって、僕がずっとこのワンドキャンプに出たりとか、そこで知り合った方と、Twitter と Facebook でつながって、まあ、日頃こうやり取りしたりとか、お仕事いただいたりとか してたので、なんとなくこのワードプレスの市場っていうのは、このワードプレスコミュニティが中心だ。なんとなくそういう意識があったんですよね。でも実際調べてたら、こういうコミュニティ初じゃないテーマっていうのが、ネット上でもすごい人気だし、僕は幅切りっていう公式テーマを作ってたんですけど、公式テーマを使ってますみたいな書き込みがものすごい少ないんですよ。ほとんどの人はこういう公式じゃないと、まあ一般的にノラテーマなんですよ。ノラテーマを作ってる方がすごく多いと。で、なんかそこで僕はここがメジャーリーグだと思ってたけど、ここはマイナーリーグ。本当のメジャーリーグっていうのは、もうこんなすごいものがあるっていうのは初めて分かったんですよね。だからなんかそこはちょっと意識してやんないと、商売していくのはちょっと厳しいかなみたいな、まあ、意識の変化っていうのはありました。で、ちょっとこれは Google トレンドで実際どうなのかっていうのをちょっと参考まで調べてみたんですけど、緑色がスノーモンキーなんですよ。全部ゼロです。全部ゼロ。で、今それなりに収入、売れてきてる収入もあるんですけど、でもゼロなんですよ。そしたらこんなに言及があるこの S3 のテーマは、一体どれだけ売れてるの、まあ、それだけでかい市場ということです。これもスノーモンキー開発当時に人気だったテーマ、今のランキング変わってて、これよりすごい言及が多いテーマとか出てきてるんで、本当こう見えてないところすごい事情があるんだなと。思いました。で、この辺りでちょっと、まあ、なんで 100% GPL になるかという話をちょっとします。ちょっと2つ理由があるんですけれども、1つ目がですね、ワードプレスコミュニティに関わることができると。ワードプレスコミュニティは、まあ、こういうキャンプの例えばこう登壇をするとかスタッフをするとかですね、スポンサーに出るとかいうのはスタンスとしてその 100% GPL のものを応援しようというスタンスなんですよね。だから 100% GPL じゃないテーマとプラグインを選定してたり開発してたりする人はちょっと登壇ご遠慮くださいみたいな、スポンサーをご遠慮くださいみたいな、そういう感じになってるんですよ。で、なんでかというと 100% GPL というのは全部テーマに含まれる、プラグインに含まれる全部のファイルが GPL 交換ということは本当に自由に使えるということです。100% GPL じゃないスプリットライセンスのものっていうのはちょっと制限がある。それがワードプレスの趣旨的にどうなんですかみたいな感じで、そういう感じになってです。で、僕はワード
キャンプにその2014年に参加した時から、まあ、それがきっかけでなんか独立しようっていうことになったし、あの大切なつながりみたいなのがいっぱい増えてきたので、なんかそこに関われなくなるっていうのはこの中ではちょっとないというのがあって 100% 人ページにしてます。で、まあ、一応もう一個ちょっと、まあ、関連ですけど、スプリットライセンスっていうのは実質的にユーザーの自由を制限してしまっている。で、ワードプレスとテーマで1対1やるんです。プラグインでいっぱい入れるけど、テーマで1個しか有効ができないんですよね。ということは、ワードプレス自由です。どんどん使ってくださいって、ワードプレス側が言ってても、テーマで制限されてたらもうできないわけですよ。だから、それでちょっと、どうなんかなっていうのが僕の中であって、100% GPL にしているという感じです。で、これはあの、まあ、みんなに構成しないといけないってわけじゃないんですけど、本当に自由でオープンであるためにはちょっとそれだけでは足りないと思ってて、有料の場合は、まあ、無料だったらいいです、みんな使えるから。でも有料の場合って 100% GPL だったとしても買わないと使えないじゃないですか。それって本当にオープンなのかですね。でそれがあの、まあ、なんかそういう話を前にあのコンタクトフォームセブンのさっきあのお話しされた三好さんっていう方がいて、なんかこう、なんかの飲み会で一緒にこういる時だったと思うんですけど、100% GPL と言っても、ね、いろいろの場合は実質的にプロプライベートなんですよ、何か言ってたんですよね、三好さんに。で、うーんと思ってたんですけど、まあなんかやっぱり、あのまあ、確かにそうだなと。買わないと試せない。っていうのはどうなるかと思うんですか。買ってもう全然ダメじゃんって なったら、ユーザーも嫌じゃないですか。だからせめてなんか試すことはできた方がいいなっていうのは思ってて、僕は GitHub でコード全部公開してます。一応、まあ、あの事前に中を見たり、試すためですよとは書いてるんですけど、一応もうコード全部公開してます。で、GitHub わかんないってユーザーの方もいっぱいいるので、ちょっと問い合わせして、あのちょっと試したいんですけどって言ってもらえれば、売ってるものをそのままデータをお渡ししてます。あのみんなこうしようっていうわけじゃないんですよ。あの僕がそういう心情でやってる。で、まあそういう経緯でですね、 100% GPL でテーマを、まあ、2ヶ月ぐらい仕事がなくて2ヶ月ぐらいで作ったんですけど、昨年10月ですね、リリースしました。で、まあ売れるかなどうかなと思ってるんですけど、割とですね最初の月からバッと売れたんですよ。あの、まあ、ちょっと言い方、そんな期待しないでください。そんな売れてないんですけど、まあ、ある程度期待してたよりは売れた。だけど、その、あ、僕、ベースっていうネットショップで売ってるんですよね。無料のネットショップがあって。で、売れたらメール来るんですよ。で、メール来たら、誰が買いましたと。で、あ、これ知ってる人だ。ありがとうございます。で、また売れた。あ、これまた知ってる人だ。で、結局ですね、最初の月に売れたのは全部知ってる人なんですよ。で、そこで、あっと思って、あの、知り合い全部が買ったらもう終わるなって思ったんですよ、そこで。だからなんか僕は、その、ものが良かったら、なんとなくこう広がっていくものなんじゃないかなと思ったけど、実際は違う。やっぱリーチするのがすごい難しいです。だから知り合いの人で止まっちゃうんですよね。で、ちょっとそのままじゃまずいかなと思ったんですけど、マーケティングっていうのをずっと避けてきたので、僕は本当制作しかやってこなかったので、もう全然やり方がわかんないと。で、まあ、といってもなんかやらないといけないなと思って、まあ、マーケティングといえば広告でしょって、安易に考えてですね。とりあえずアドバーズに2万円出しました。さっぱりダメでした。あの、もう全然ダメ。で、単価も高いんですよ。結構大手のテーマ販売会社さんとか売り上げがあるところとかもあって、そういうところがもうバンバンバン出向してるんですよ。だからそこと競い合うと単価も高いし、多分もう2万どころじゃない広告費出してるはずするところ。でそんな時に僕みたいな弱小なのが勝負するのも資本力勝負じゃないですか。でもうそれは無理だなと。そういうことで広告はもう最初の2万円だけ やってちょっとやめようと。で、かといって、まあ、その素人なんで、わかんない。から、まあ、とりあえず、なんか、状況を整理してですね、一回ゼロから考えようと思いました。で、
その本金が 100% GPL で、まあ、自由に使ってくださいということなので、手に入れた方が再販したりとかですね、自分でこう再販するというのも全然いいわけですよ。で、僕 GitHub で公開しちゃってるんですよね。ということは、やろうと思えばみんな無料で手に入れられるし、まあ、それを勝手に自分で配るということもできちゃうわけですよね。となると、スノーモンキーというものを、このものに値段をつけて売るっていうのは無理なんじゃないかなと思ったんですよ。もうただで手に入っちゃうんで。ということは、別の何かをこう付加価値をつけないといけないわけ。で、商品って、そのものとして売らずに、別途その商品としての価値以外にも何か価値を作って購入する理由を作ろうというふうに考えました。で、それで作ったのが、オンラインコミュニティって呼んでるんですけど、購入者限定の Facebook グループを作りました。で、買わないと入れないんですけど、買ったら、これ入ったらですね、僕が今後こういうふうにやろうと思ってますけど、どうですかとか、よく質問したりとかします。こっちのパターン、こっちのパターン、こっちの方がいいですかね。まあ、そういうディスカッションとかを結構やったりとか、あとまあアップデートしたときにこういうアップデートをしましたと。で、広報互換性がちょっと切れる部分もあるので、注意してくださいみたいなアナウンスとか、まあ、そういうのをこうバンバン流してます。で、あと、まあ、サポートですね。カスタマイズとか、使い方わからない方がいたら、ここでサポートをやってました。で、今は、Facebook グループって、インデント全部消えちゃうんですよね。スペースのタブとか。コードを提示するのはめっちゃつらいんですよ。だから、最初はここでサポートやってたんですけど、今は別に、DB プレスというプラグインがあるので、フォーラムを作る。今はそれでですね。そこでサポートになってます。で、これちょっと、僕がこう相談をしているのでちょっと抜粋したんですけど、字見えますかね。まあ、別に読まなくてもあれなんですけど、まあ、そのデザイン的にどうがいいですかとか、ちょっと情報くださいとか、あとこういうなんか発表するときのスライドも事前に投げてレビューしてもらったりとか、まあ、そういうことをやってます。で、あと、その売れてるテーマですね、さっき3つ挙げたんですけど、そういうテーマを作ってる方っていう、使ってる方っていうのは僕のことなんか全然知らないんですよね。だから僕全然知名度がない、その一般のテーマ市場でも全然知名度がない。で、まだまだリーチが全然そこの人たちもできてないので、なんかプロモーションをやらないといけないことだと考えました。で、他のテーマはどういうことをしてるのかなっていう、その人気のテーマとか見てたんですけど、あんまプロモーションみたいなことやってないんですよ。でもなんで売れてるかって言ったら、大体作ってる方が、もともとそのブロガー界隈で有名な方だったりとか、アフィリエイター界隈で有名な方が作ってたりするんですよね。で、多分そういうのに憧れて、これを買えばその人に近づけるんじゃないかみたいなので、多分買ってるんじゃないかな。っていうのと、あと、そういうテーマのオフィシャルサイト見てもらったら分かるんですけど、こういう機能があります。これが便利です。そういう打ち出し方なんですよ、それも。なんで、まあ、それになんとなく今のより便利なんじゃねみたいな感じで、こう使う人が多い。っていうのは、なんとなくこう分かってきました。で、そういうのを見たときに、僕も機能で売り出しても無理だなと思ったんです。プラグインはこう差別化できるんですよ、機能。でもテーマってそんな差別化できないんですよ。そこに盛り込みすぎると逆にその広報互換だどうだとか、テーマをするときに薄れないとか、そういう問題がある。だから機能で差別化っていうのは本当は難しいんですよ。みんなこううちの SEO にそんなないんですよ。あります。そんな感じなんですね。で、まあ、こう見てたらですね、だから機能特化とか、なんとなくこの人が人気者だから買おうみたいな人は、また新しい人気者の人が出したらそっちに乗り換えるんですよ。で、なんとなくいいキャッチコピーで、テーマが出たら乗り換えるんですよ。だからみんなライトユーザーが多い。
で、そこに僕も参加して、そのシェアの取り合いみたいになるのは、もう無理だ。そもそも知名度もないし。だから、なんかこう、僕は昨日よりも 100% GPL をこういう思いでやってますとか、あのこういう設計思想でやってて、それはこういうメリットがあるからみたいな、その思想をちょっと中心にプロモーションしようかなと思ってますね。で、そうすると、なんかその、思想に共感した人っていうのはあんま離れないと思うんですよ。他のテーマそんなにないから。だからなんとなくこう、コアなファンが、こう、一回使ったらずっとそのモンキーから離れない人が、ちょっとずつ増えていけば、市場のシェアもなんとなくこう、広がっていくかなって感じで、あの、やろうかなと思います。で、まあさっき言ってたオンラインコミュニティの交流とかはもう結構毎日やってますし、あと年末にはアドベントカレンダーってみんなやるじゃないですか。そのモンキーアドベントカレンダーやって、なんかインフルエンザになって寝込んでて途中でトントしたんですけど、あの結構自分でも頑張って書いたし、あのユーザーさんが書いてくれたりもしました。で、あと、あの、非 100% GPL 有料テーマからの移行キャンペーン、スプリットライセンスのテーマから移ってくれたら、ちょっと割引しますみたいなのをやったりしました。で、それはですね、まあ、割引はどうかなとは思ったんですけど、結構その、GPL 知らなかったけど、このキャンペーンで知って共感しました。ありがとうございます。みたいな。何通かメールいただいたりしてですね。これやってよかったなと思いました。で、これは、そのオンラインコミュニティのメンバー数の推移ですけど、まあ、そんな急激には伸びてないけど、まあ、なんか大体こう、いい感じで増えてるなっていう感じになってます。これは、エンゲージメントです。まあ、コメントと投稿がどれくらいあるか。ちょっと他のグループの方が見たことがないので、なんとこれがまあ多いか少ないかちょっとわかんないんですけど、まあ、大体毎日1投稿、まあ、僕が結構するので、あるかなというと、まあ、いいねが大体20件とか、そのくらいついたり、まあ、そのディスカッション的な投稿したときは結構コメントがバーッとついたりとか、まあ、そんな感じでやっています。で、どうなると思うと思うんですか？儲けてばっかりで。で、ちょっと金額のセルってちょっといやらしいかなと思ったので、金額はちょっと捨ててるんですけど、まあ、推移見せました。で、10月にこう発売をしたんですけど、まあ、その前後では全然、あ、この黄緑のプロダクト販売、青いやつが受け負いですね。だから、スノーモンキーを発売する前と後でも結構やっぱり一番同じのが分かると思います。で、例えばこの5月とか3月とか すごい、まあ、今までと比べたら上がってるんじゃないですか。で、結構みんな言うのもですね、チャリッチャリいいねって言うんですよ。やっぱ単純に2倍働いてます。受け負いは受け負いまま今までやるし、そのオンラインコミュニティのそのサポートとかも毎日やるし、スノーモンキーめちゃくちゃアップデートするんですよ。すごい頻度でアップデートするからね。結局作るわけです。単純に2倍働いたから2倍になってるというでですね。このままやったら死んじゃうと。だから今、ちょっと無理。ゲームちょっとずつ減らしてます。4月はちょっと減らしすぎですね。これ、そのままなかったりしたら、それもそれでやばいですけど。まあ、そんな感じでちょっと、まあ、ちょっとずつこう、プロダクトの比率を上げていこうと今やっております。で、まあ、これからの課題なんですけれども、そのモンキーを売り切りでやってるから、で、その中でサポートもやるわけですよね。だから、まあ、売れれば売れるほどユーザーが増える。で、ユーザーが増えれば増えるほど、そういうサポートの負荷も上がると。多分どっかで行き詰まると思うんですよ。で、それがちょっと課題として。だけど、まあ、その販売数をじゃあちょっと制限しようかとかになったら、開発がどうしたらできなくて、まあ、それはそれで行き詰まる。どうしたらいいんですか？何も解決策は提示してないので、まあなんか、アドバイスをください。で、ちょっとまあこれは個人的な課題として。で、あとまあそのテーマ市場をだいぶ調べてと思ったんですけど、有料テーマって結構、まあ月に1個とかですもん。結構出てるんですよ、新しく。あんまり、ご存知ない方多いと思うんですけど、まあ、結構出てるんですよ。ただ 100% GPL のテーマっていうのはほぼないんですよ。もっと片手で数えるのしか。で、ここはなんかその、まあ、公式ディレクトリにテーマを上げるっていうのももちろんいいと思うんですけど、
まあ、そこにはそこの思想があって、例えばテーマに機能を入れちゃいけないですよとか、なんかあるんですよ、ルーパー。で、それはそれでなんかこう、新しいイノベーションっていうと大げさですけど、なんか、そういうの生まれにくいっていうのもあるのかなと、まあ個人的には思ってて、あとやっぱり、公式のテーマ使ってる人よりも、ノラのテーマを使ってる人が多いっていうのは、やっぱそこになんか使いやすさだったりとかです。便利だとか、まあ、そういうのはあると思うんで、なんかその、公式だけじゃなくて、ノラで配布してるテーマが増えるっていうのも活性化するためにはいいかなと個人的には思ってるんですよ。だけど、ライセンスがやっぱり、微妙なやつが多いんで、100% 増えるといいなと思って、ただそういう方があまりないっていうのは、あのそのテーマ開発自体が単純に難しいと思われてるのかなというのと、100% GPL にしたらグループワークないじゃんというのがあるのかなという、まあ、2つの問題がなんとなくあるのかなと思ってます。で、まあ、ここはやっぱり増えた方、プレイヤーが増えた方が面白いなと思ってるので、なんとなくそういう開発、あの 100% GPL で有料テーマを作りたいんですという人とか、まあ、作ってるんですけど、あんまり投稿してなくて、誰か知られてないみたいな人たちで、なんかもう集まって、あのネット上で集まって、こう、ワイワイやるような場所をちょっと作りたいなと、なんとなく思ってます。まあ、まあ、何の形はないんですけど、なんとなくそう思っててやろうなと思います。なんか、興味がある方いたら、まあ、お声掛けいただければ、ちょっと頑張ろうかなという感じです。で、そこで終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。こうリアクションのはずが他のセッションよりも大きかった気がするんですけれども、まだ少し時間ありますので、もし何か聞いてみたいことがある方いらっしゃれば、ご質問受けられればと思いますが、いかがでしょうか。こちらちょっと前の方から順番に伺っていきますね。ありがとうございます。あのスモーキーを、まあ売り上げ方がなっていくんですけど、あのお客様はどこから、例えば SEO から来る人とか、SNS から来る人とか、あと口コミから来る人とか、いろいろあると思うんですけど、どこからが一番多いですか？ですね、どこにいるんですけど、お客さんが凄まじくなっているんですね。まあ、ちょっときちんと計測してないんですけど、多分半分ぐらいはモノクロさんで、半分ぐらいはコミュニティの方の人かなと思ってます。あ、SEO。あれが難しいですね。はい。まあ、ちゃんと、その、どこ経由で買いましたかみたいな、調べたりはしてないので、はっきりは分かんないんですけど、まあ、僕の感覚としてはそんな感じです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続けて、はい。あ、どうもありがとうございます。ウェブの制作請負をしております、新地と申します。私の場合は、ウェブは請負制作で、いつもワードプレスの時は、この MWW を、こちらの方はもう自動的にインストールするような感じになって、ですけれども、で実際その先ほどあのマーケティングされたということで、ターゲットとしてですね、私みたいなそのウェブの請負制作をやりますっていう、例えばあの個人でブログを書いてらっしゃいます、あるいは、まあ、あの個人事業主の方でブログをしていますというようなあの制作をしない層の方ですね、こういった方を、まあ、ターゲットにしていくのかどうか、で、まあ、実際のところそちらから入ってきているのかどうかというところを聞きたいです。ですね、特にターゲットは考えてないんですよね。あの多分ダメだと思うんですけど、ちゃんと考えると もう本当に苦手なんで、そこはもうなんか軽いようになろう。最初はあのスノーモンキーもですね、ブログメディア向けのテーマに書いてたんですよ。まあ、それは僕が調べて出てきたそのリンクのやつがブログ向けだったから、まあ、それらをいろいろ調べてたからそう書いてたっていうのもあるんですけど、いろいろ要望に応えてるうちにですね、普通のサイトが作れちゃうみたいになってるんですよ、今。で、
まあ、制作会社の方が購入して受ける、使うというパターンと、自分のブログとか自分のお店やってる方が自分のサイトを作る、使うというパターンと結構半々ぐらいのかなと思います。感覚的に。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。他にはいかがでしょうか。じゃあ、あれのポーズすごいいっぱいで、ありがとうございました。最近流行りのページビルダーといいますか、ドラッグアンドドロップやインターフェースのものについて、はい、対応とか、それに対するデモとしてのアプローチとか、お聞かせください。ありがとうございます。気づかありがとうございます。最近のアップデートでですね、エレメンターっていうページビルダーに対応させました。ページビルダーのプラグインは、ビーバービルダーとエレメンター2つが有名なんですけど、ちょっとビーバービルダーはちょっと対応させるのが難しくて諦めたんですけど、エレメンターの方は対応されています。で、ちょっとキャプチャーとか用意してなかったと思いますけど、エレメンターを使ったらです、ね、ポチッと押すだけでページできちゃうんですよ。ちょっと品型がいっぱい用意されてて、であと書き換えればできるみたいな。それはきちんと対応させてるので、なんか、多分あんまり考えて作ってないテーマだと、そのテンプレートをバッと突っ込んだときに、CSS の当たり方がおかしく崩れたりとか、そういうことあると思うんですけど、その向きは大丈夫です。あと、エレメンターだと、ビバもできるんですけど、テーマについてるウィジェットを普通のページにも置けるんですよ。で、その向きは、ウィジェットを結構力入れてて、オリジナルのウィジェットも結構いっぱいあるんですよ。だからそれをこうはめていくだけでも普通にページできちゃうんで、あんまり使ってる、エレメンター使ってるって方は僕はあんまり見たことはないんですけど、海外でも流行ってるみたいだし、まあ、日本でも来るんじゃないかなと思ってるので、まあ、スノモンキーもし買われたらエレメンターを入れてちょっと触ってみてもらって、まあ、フィードバックもらえると嬉しいと思います。ありがとうございます。はい、続けて、はい、楽しい話ありがとうございました。私、北島さんのファンでずっとお伺いしたんですけど、以前キャプタピーという、メディアのインタビューの中、インタビューがあったと思う。その中で、まあ、どれかって話じゃなくて、ノラテーマは比較的にあまり美しくないコードを書かれている、はい、ただ、北島さんはこれだったら勝てるわっていう形でアミブスの動きに反映させたという部分を指摘なんですけど、どういった部分がダメだったコードだったのかっていうのがちょっと気になるんですけども。あ、そう、他のテーマ。あ、そうです、そうです。逆にスローモーキーがどういった点でコードとして優れてるのかとか。エンジニアじゃない人には分かんないかもしれない話をします。まず、ファイル開きますね。PHP とか CSS とか SAS。開きますね。スノーモンキーをですね、見たらですね、お、綺麗。他のやつはですね、ぐちゃぐちゃです。もうインデントがスペースのタブなのか、イコなのか、4個なのか、1ファイルですげえぐちゃぐちゃ。どこで閉じてるのかみたいな。まあそれはノラだからとか、公式だから、公式にもそういうの多分あると思うんですけど、一応公式テーマでチェック受けるんですよ。ドラテーマは誰もチェックしない。だからそういう傾向は多分強いと思っています。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。確かに綺麗なコードって開いた瞬間に分かりますね。分かります。はい、ということで、いいお時間になりましたので、このセッションはここまでとしまして、北島さんはスポンサーブースにも何度もいらっしゃいますし、このシンクルいや、はい、ございます。はい、ですので、ぜひその必要があればお声掛けいただければと思いますし、ぜひ今日は数限定のクーポンコードもお持ちいただけたらいいのかなと思います。また明日のモッドリビュー探偵ではテーマのレビューをするというものもあったりします。もし迷われている方いらっしゃったら、そういったものも選択肢に入れていただいたらいいと思います。というわけで、改めて北島さんありがとうございました。ありがとうございました。では以上で、今の時間のセッションは終了となります。
続けてこの後こちらの、部屋ではですね、ウーボマスデベロップメント&エクステンションスユースフォーイジャパニーズケースイズビーチターメンというテーマで、ファルフィオさんと田中翔平さんのセッションをお送りいたします。全員共通で3時30分から次のセッションがスタート予定です。どうぞ手洗いなど済まされて次のセッションに進まれてお待ちください。退出の際には必ず同日エアのレシーバーを返却いただきますようお願いいたします。同日エアのレシーバー必ずご返却の上お返しください。